はい、同人生活です。ということで、絶体絶命都市2の方をね、ここから本編やっていきたいと思います。スタートゲーム。難易度はとりあえずノーマルかな。痛い座椅子でね、こたつで座ってるからね、よくぶつけるんですわ。アルバイトウェイター、大学4年生アルバイトウェイターか。キャラクターこの人しかいないな。名前を変更はいいや、今回はいっぱいなんか主人公が出てくるみたいな話だったから、全部俺の名前だったらそれはそれで嫌でしょ。メディアタワーを中心とした都市開発、ジオフロンティア計画は、この地に巨大な地下都市ジオシティを完成させました。ジオシティは地上と地下を融合させた、今後の都市計画の模範となるにふさわしい街に成長しています。この計画では治安、防災対策においても万全を極め、今後もさらなる進化を続けていきます。ここ数日、記録的な豪雨が降り続いておりますが、ジオシティでは住民に不安を感じさせるようなことは起こりません。もちろん海に沈む心配もいりません。災害発生初日って言っちゃってる。当時は市長として、そして現在は知事として多大な尽力を注いでこられた、まさに富坂市の英雄と呼ぶにふさわしい田辺知事に乾杯の温度をと、知事よろしくお願いいたします。では皆様、拍手を持ってお迎えください。なんだ、シチューの中心を流れる。ああ、早い。本日はこのような雨の中、ようこそジオシティへお越しくださいました。この世界にも類を見ない地下都市を完成させることができましたのは、この事業を支援してくださった皆様方、確かな信頼のおける優秀な技術者の方々。おい、あそこ。それは俺に言ってんのか。え？お、誰だ。知ってるか、あの藤宮って子、すっげー金持ちの娘らしいぜ。それは興味津々だね。ここでいきなり来るのか。なんでそんな子はバイトをしてるの。興味ないな。そうだね、なんでそんな子はバイトしてるのか、ちょっとなんでそんな子はバイトしてるんだ。おお、実はお嬢様の気まぐれってやつか。いやー、そういうことじゃないでしょ。きっと何も分かってないな、お前は。そして何よりこの街を愛している市民の皆様の協力あってのことであります。てか、ちゃんとフルボイスなんだね、これ。知事といたしまして、今以上に魅力ある街づくりをしていく所存であります。前回はすごい読んでたから楽になったそんなこと言っちゃダメか。アルバイト学生男性22歳。おっと、こっからアルバイトが始まるのかな。厨房から料理を持ってきてくれ。あ、ちょっと耳がかゆい。よし、真ん中のテーブルにいる藤宮くんまで運んでくれればいいから。あ、藤宮くんが配膳はすると。オッケー。あ、ちゃんと、あー、すごい。多分ここは走ったら怒られそうだな。厨房はどこだ俺バイト何日目かわかんねえけどさ、多分この感じだと結構長いことバイトしてるんだろうけど、わかんねえな、これ厨房が。多分こっちだと思うんですけど。
あ、もう開けんのか。装備。あ、なにこれ。すごい装備品がいっぱいある。こんなあったっけ？ウェイター服、ウェイターズボン、黒靴。革靴だろうね。で、肩掛け、あ、背中、肩掛け、腰。すごいいろいろ装備して、アイテムを収納できそうだな。作るとこあるぞ。組み立て、解体、特殊技能、温め合う。なんかエロいな。オッケーオッケー。で、セーブが焚き火とかでできるっていう話だったね。これか。おう、来たか。おう、来たぞ。そこのワゴンを頼む。あ、これね。会場内の中央のテーブルにそれを運んでくれ。これで災害訓練センターが生かされると。てか、この人だったかな、災害訓練しに来たの。違う人っぽいよな。ワゴンの前でアクション。うん、それはもう習ったよ。はい。でもこれ物の移動結構難しかったんだよな。そうでもねえわ。そこまで難しくもねえし、なんか不自然に動くな、このワゴン。いやー、アイザーちゃん出てこねえかな。藤宮さん、藤ちゃん、お疲れ様です。ありがとう。じゃあ早速並べますね。じゃあ頑張ってはまずいでしょ。手伝おう。本当ですか、助かります。まあちょっとこれで性格がいい可愛い子かどうかをちょっと確かめないとな。空いたお皿を運ぶのを手伝っていただきたいんですけど。あ、もう全然いいよ。あ、いいよ。全然手伝う、全然手伝う。ありがとうございます。なんだろう、なんかやっぱ同い年ぐらいのバイトの子なのかな。しっかりしてる感じがするね。お願いします。はいはい。ゆっくり行った方がいいですね。まあ走るなってことでしょうね。ここに置いちゃダメなの？ダメだね。配膳用、え、でも配膳用の、あ、ちょっと危ない危ない。いや、あのワゴンに乗せて移動するのも別にありなんじゃないかな。ダメか。よいしょ。これでよしと。ありがとうございました。どういたしまして。藤宮君。はい。会場の外のご案内に回ってくれないか。わかりました。篠原君は引き続き会場内の接客を頼むよ。わかりました。藤宮ちゃん、なかなかいい子かもしれない。浮気症ね。さて、俺は何したらいいんだ。ああ、なんかあそこで困ってるっぽいお客様がいらっしゃるから、ちょっと話を聞こうか。指輪かなんか落としただろ絶対。すいません、コンタクトレンズ落としちゃって。マジ？一緒に探してもらえません？あ、まあいい、かしこまりました。ありがとう。コンタクト、え、どうやって探せばいいんだこれ。あ、もう見つけんの早っ。目の前にある。すごいな、コンタクトレンズ探しの名人なんじゃないの。はい、ね、お客様、お客様、見つかりましたね。見当たりませんね。どうやって渡せばいいんだ。使うか。オーダーメイドを感じさせるハードタイプのコンタクトレンズ使用できません。え、待って、あ、何、両方とも落としたってこと。嘘でしょ、そんなバカなことないよね。コンタクトレンズ両方、いや、もう見当たったんですけど。あ、渡すか。あ、渡すとかあるのね。あ、これです。なるほど、助かりました、ありがとう。なんか容姿の割に声が若いな。なんかよこせ。助かりました、ありがとう。まあ感謝の言葉がね、働いてる私としてはね、一番のご褒美ですから。おい、ちょっと君、こんなところで仕事はないか。ちゃんと仕事しなさいよ。いや、したよ。
してるよ今。ごめん、悪いよ先、悪かった先輩。さて、ちょっと歩きま、これ運んだ方がいいかな。これ多分ここにはいらないよね。ジョー君危ない。とりあえず厨房に戻しに行こう。これはもう何をしたらいいのか分かんないから。どこへ行くんだ。あ、これ厨房戻しに早退しようかとは。やばいでしょ、料理長に呼ばれたの。だが早く戻ってきてくれよ。料理長に呼ばれた以外のあれはないのか。なんか水水が入ってきてますけど大丈夫ですかね。ちょっとじゃあこれ返しに行って、はい、なんとなく来たんですけど、料理長、多分料理長でしょ、あなた。調子が悪いとは。今はこっちで用じゃないぞ、会場で接客をしろ。かしこまりました。あ、厨房で走っちゃダメだね。ああ俺がアルバイトしてるときは厨房で結構走ってたけど。まあでもね、お客様にこう喜ばれるような商品を作ってたんで、まあプラマイゼロでしょう。なんかすげえ、パーテーションの裏から水が入ってきてんだけど。何これ、テーブル。まあ見りゃわかるけど。え、これ大丈夫なの。ちょっとなんか、やばいけど。まあ地下都市って言ってたからね、まあちょっと浸水したんでしょう。ちょっとやばいんだけど、お前聞いてくんない、そこ水やばい。合ってないけど。あそこで取材を受けてるのが田辺知事だ。あ、本当に結構有名人なんだろう。自慢になるかもな。まあでもここで働いてたら会うのは結構必然なんじゃないの、こういうパーティーが催されてる時点で。他になんか仕事ないかな。ちょっと やべえよ、水が。水漏れ。うん、そうかわいそうに篠原くん、疲れているのね。え、ちょっとマジ行ってみて、マジあの通路行ってみて、本当に疲れてるとかじゃなくてさ、ちょっとシェフ、はあ、早く嫁と子供にも美味しいご飯食べさせてやりたいな。そうか、ちょっとあなた、田辺知事、実物の方がかっこいいわよね。やっぱ女性は年食った男の人が好きなのかな、まあ、そういう意味で言うとね。なんか、お、どうしたどうしましたか、お客様。ウェイターさん、ちょうどいいところに。どうしましたか。ワインが空になっちゃったんだ。あ、なるほど。新しいボトル持ってきてくれないかな。あ、かしこまりました。多分新しい、うん、なんかあれ持って行っちゃったのは失敗だったな。あ、いや、あそこに並んでるぞ。並んでるところからボトルを持ってこよう。てか、なんだこのゲームは。バイトのゲームかな。あれ、これではないのか。あの人にこれ持ってくか。多分これでしょ、ここに乗ってるやつがワインでしょ。そこに並べてくれ。並べるの。並べた、めっちゃ飲むなこの人。またなくなったら頼むよ。そっか、すごい酒好きなんだな。でもワインは美味しいよね。ちょっとすいません、水漏れてます。まあ確かにそれはねバイトしてると。ちょっとこれ言っちゃダメなんじゃない。ちょっと声かけちゃおう。ちょっとそこのウェイター、邪魔だよ、どいてくれ。あ、怒られた。おお、君いいところに来てくれた。あ、なんだと。ちょっと喋りすぎてね、ミネラルウォーターを一杯頼むよ。はい、かしこまりました、はい、かしこまりました。あの知事、なんだこいつ。すみません、ちょっと失礼。おい、誰だあれ。やれやれ、またトイレかね。緊張のしすぎじゃないのか。困ったものだ。お、話がそれた。次女の、次女じゃねえや。
知事の秘書かな。ミネラルウォーターか。どこにあるんだろう。ミネラルウォーターね。厨房とかにあるのかな。ありがとうございました。なになになに。富士ちゃん、どうした。あ、篠原さん、お疲れ様です。それより後ろの状態を見てどう思う。どうかしました。いや、じゃなくてさ。お疲れ様。お疲れ様。それでは失礼します。あっいや、後ろの状態を見てどう思うこれ。後ろの状態を見、なんだなんだ、ちょっと警備員とか工事の人とか来てるけどダメなんじゃないの。もうそろダメでしょこれ。ちょっと水をくれ。料理長、なんか電話してる。水が出ないとか言ってた。水道もガスもだ、どっちも止まって仕事にならん。ガスも止まったのか。どうした、何か用か。水が、田辺知事から飲み水を頼まれたんですが。おお、そうか。そうだそうだ。おい、田辺知事の水だ、急いで用意しろ。いや、もう置いてあるし。頼んだぞ。置いてあるし。こぼれるからな。なるほど。担当者、とにかくすぐに来てくれ。わあ、なんかでもまあ結構料理してないみんな。コップと水差し。走ると、ああなるほど、こういう感じか。藤宮ちゃん、水が漏れてるな、もう。ポタポタしてるけど、もうこれやばいよね。どう思います、そこの人。ここ水漏れしてるけど大丈夫。あんま大丈夫じゃないと思います。そうなのねえ。あんま大丈夫。ちょっといい、急いで頼みたいことがあるんだけど。俺、田辺知事に水を、な、ね、勝手に受けんな。ウェイトレスの服持ってきてくれない。あ、絶対こいつマスコミだ。じゃねえ。週刊報道の本田っていう記者なんだけど。やっぱマスコミだった。こういう豪華なパーティーの厨房を取材したいのよ。あ、絶対嘘だろ、ね、お願い、ちょっと借りるだけだから。それはできません。それはできないですね。うん、それはできないよ。残念だわ。申し訳ないけど、そういうちょっとモラルに反したことはね、私はできかねますわ。よし、とりあえず早く水を持ってってっていうところで、ちょっと時間があれだな。なんかもうこの中では歩かないといけないみたいな、なんか変な意識と、実際そのアイテムを運ぶ上で歩かないといけないから、あんまり進んでないけど、時間が経つのが早いね。ゲーム的には進んでないんだけどもっていうところで、ちょっとじゃあ持ってって、なんかムービーあるだろうから、それを見た後にちょっとやめますか。失礼します、お待たせいたしました。おお、待ちかねたよ。待ちかねたか。美味しかった、ありがとう。どういたしまして。田辺知事、走るんじゃない。お客様に迷惑だ。すみません。すごいなんかなよなよした人だな。着きなさい、何かあったのか。水が漏れてますけど。あ、はい、実は。何、水が漏れてる。わかった、すぐに行こう。だよね、きっと。皆さん、ちょっと失礼いたします。せっかくですから食べていってください。ここのシェフの腕前は私が保証しますよ。それでは。おい、厨房前に集合らしいぞ、先に行ってるからな。まあなんか水もガスも止まって水漏れしてりゃ、それはな。全員集まったな。
あ、このままムービーか。じゃあちょっとこれを見ますか。うん、なんか水没してるんでしょ、きっと。ついさっき地上で羽城川が決壊したらしい。あ、川が決壊したのか。聞いたかよ。聞いたかよ。どうしよう。ここまで来るの。慌てんな、慌てんな。慌てるな。しっかりしてって聞いてるし。これはマジだな。早く逃げようぜ。おい。みんな落ち着いてくれ。そうだ、落ち着くのが一番だ。心配ない。ただ念のためお客様を避難させる。水が漏れてる事態で心配だけどな。それぞれの分担を指示するからよく聞いてくれ。あ、そういう感じか。篠原君は吹き抜けのお客様を会場に戻るよう誘導してくれ。なるほど。会場、あ、おい、なんだこれ。見えるんだよ。なんで見えるんだよ。まあこうなるわな。早く逃げましょうって、まずお客様をなんとかしろ。あ、このこの人結構肝据わってるな。かっこいい。君たちが慌ててどうする。かっこいい、かっこいい。イケメンだわ。よろしく頼むぞ。なるほど、やっぱお客様を守るのがね、仕事をしてる上で一番。どうした、ミネラルウォーターか。もうこんなところまで決壊した水が来たというのか。いや、結構前から来てましたけど。急いだ方が良さそうだな。そうだね。お前は吹き抜けの担当か。お客様を不安がらせるなよ。シェフっていうか料理長。なかなか料理長もなかなか落ち着いてんな。といったところで、はい、今回はここら辺でね、終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。